日担当します有明美咲です。よろしくお願いします。クーポンにつられ迷い込んだ僕の前に君は現れた。今日はどうなさいますか？お任せで。承知しました。どうですか？なんかいつもよりさっぱりした気がします。よかった。本当は心臓バクバクしてたんです。朝倉さんは私にとって大切なお客様第一号なんで。満開の笑顔だった。それから月に一度ペニーレインに通うようになった。つむじ、ちっちゃいのが2つありますよね。そういう人って天才肌らしいですよ。回数を重ねるごとに少しずつ会話も増え、君が好きな映画の話をすれば次までにその映画を何度も見返した。恋人がいないと知った日は嬉しすぎて15年ぶりにジャングルジムを回してはしゃいでしまった。もしかして桜ですか？はい。そして勇気を振り絞りデートに誘おうとした結果、そうだ、よかったら一緒に。